はい、こんにちは、僕です。メタルマックス2続きをやっていきましょう。ハンターオフィスでちょっと情報を確認していたら、この辺ね、賞金首がたくさんいるんですね。しかも金額が半端じゃねえ。以前倒したスカンクスだっけ、スカンクスがだいたい25,000円ぐらいでしょ。ドイツもこいつもスカンクス同等か、それを上回る賞金かけられているんですよ。ということは、なんか強めの賞金首がこの辺にはいっぱいいるのかなと思って。まあ、見ていました。ここにね、カリオストロもいるんですよね。グラップルしてんの。この辺、この街に来ているという噂もあるという感じですね。なので、ちょっと油断ならないのかなっていう感じですね。とはいえ、ちょっと今これ以上ね、あまり車の強化ができそうにないので、まあ、やっぱりこのね、今までと同じ武器で戦っていくしかないのかなという感じですね。そんで、一つクエストを受けていたので、この街の、このね、デルタリオの北西にあるね、廃墟で何かクエストがあったはずなので、ちょっとそこに向かっていきましょう。ここか。意外と早く着いたな。ここだ、ここ。もう雇い主は来ているはずだ。今回は大丈夫？兄貴たち、連れてきやんしたぜ。なんでお前らがここにいるんだ？遅いざんす。で、どんな奴を連れてきたざんす。あのスカンクスを倒したハンターです。すごいざんす。こいつらを倒したら、ミーたちの賞金もうなぎ登りざんす。そしたら今度こそグラップラーに認めてもらえるざんす。では早速、倒させてもらうざんす。兄貴、戦うの？ここでピチピチメラガンズと戦うんですか？連行石からアブリ砲撃っていきますか？音ピチと捨てピチ。何捨てピチって。弟と兄じゃないの？捨てって何すか？捨てって。弟からやっていくか。エンジェルウィング。ホイールミサイル。とりあえずこんな感じかな。どうなんだろう。賞金的には大した相手ではないんじゃないかと思ってるんだけど。ほら。音ピチ。音ピチ倒したな。燃えてる燃えてる。まあ、兄貴も大したことないんじゃないんですかね。一旦で弟死んだからな。ほら、ステピチを倒した。全滅。ピチピチブラザーズを倒した。大した賞金もらえないんだけどな。まだ2000字ぐらいだよ。さすがに強いザンス。スカンクスを倒しただけはあるザンス。ここはひとまず逃げるザンス。ああ、倒しきれないのか。兄貴、待ってくれ。ダメだった。光り輝くディスクを落としていった。何それ、光り輝くディスク。何ですかね。許してくれ。あいつらがピチピチブラザーズだって知らなかった。だ、頼む、この通りだ。許そう。ありがてえ。これは少ないけど受け取ってくれ。凄腕ハンター募集を、あ、クリアか。クエストの名前だった。少なすぎんだろ。50かよ。有名度上がったからまあいいや。じゃあ、ほら、これで。ピチピチブラザーズは、じゃあまた出てくるんですね。全然歯応えなかったですね。まあ、ちょっとね、この辺ね、デルタリオ周辺、うろうろしていて、ある程度ね、地図は埋めたんだけど、どうもね、ここ敵がね、厄介なんですよ。もうなかなか地面から出てこないやつとかいて、すげえめんどくさい、ここのモンスター。あ、イスラポルトっていけるのかな？あ、いけるんだ。イスラポルトいけるんですね。船で行けました。鳩場からはデルタリオにしか来れなくて、デルタリオからであればイスラポルトに向かえるっていう感じか。結構遠いよ、イスラポルト。これ陸路で行く必要はあるのかな？この真ん中はね、すべて湖になっているっていう情報なんですけど、どうやら到着いたしました。イスラポルト。新しい街だな。ここは普通に街の中に出ていけるのかな？大丈夫？ここはイスラポルト。連絡船の着く港。ようこそイスラポルトへ。大丈夫かな、これ。怪しいぞ。あんたハンターか？気ぃつけろよ。ペペチって野郎がスカンクスとかいう大物をやっつけちまったらしくてな。そいつがこの街に来るんじゃねえかと、グラップラーの奴らがピリピリしてやがるのさ。それにしても大したハンターがいたもんだ。な、うわははは。グラップラー。
なんだその目は。あ、イスラポルトの街に入りたきゃ 100G だしな。検問してる。こいつめ。100G。払うか。100G払えば、出ていけるんだ。あ、鍵がかかってる。鍵かかってんのか。鍵かけんじゃねえよ。100G。あ、でもね、街には出ていけましたね。汚れた海に汚れた雨が降る。それでも人は海のそばを離れたがらない。所詮人間は水なしでは生きていけないのだ。なんだ。私は港の灯台森です。妻と二人で沖を行く船の無事を祈って火を灯しています。火を灯しています。なんで二回言ったんだ。船長を探しに来なさったんかい。船長なんて探してないけど。いや、何ですと？どうもこの頃耳が遠くての。だから船長探しに来た。ああ、なんじゃ、船長探しに来なさったんかい。船長ならさっき上へ上がって行きなさったんよ。上に行った。なんだっけ、なんか船長、灯台か、灯台なのか。この人。勇者悪名、どこに潜んである、姿を見せ。わしはキャプテンビーハブじゃ。何か用か。本当に用がある。わしは勇者悪という海の怪物をこの手でぶち殺すことにしか興味がない。わしの船に乗り込み、このビーハブと共に勇者悪と戦うか。戦うとも。運勢がええの。勇者悪と戦った後でも、そう元気でいられればいいが。わしの船、ネメシス号がこの町のドックに停泊しておる。どうしても命を捨てたければ、ネメシス号までわしを訪ねてくるがよい。勇者悪っていうのはね、賞金首だよね。海の復讐王に、復讐記。新しいクエスト受注しましたね。多分ね、これやんないと、その勇者悪と戦えないのかな。おそらくそんな感じですよね。あ、転送装置がある。あ、じゃあいつでもね、このエスラポルトに来ることはできるんだ。で、あとこれね。大破壊以前のロック装置。これ何なんですかね、ロストパスワード。わかんないんだよな。なんか3にもあったような気がするんだけど、覚えてないんだよな。なんか確かここにね、この町に荷物を運ぶような話だったんだけど、どこに持ってけばいいんだ？ネメシス号が港に来ているらしい。偏屈で有名なあのビーハブ船長の船だよ。丁寧に教えてくれる。町の外れのボートハウスに モビーってじいさんが住んでる。ビーハブ船長とは古い付き合いだってもっぱらの噂だよ。あ、ここあれだ。改造屋さんがあるよ。改造屋がある。宿屋があって、海の町イスラポルトへようこそ。カトールを買ってください。どうかカトールを買ってくださいませんか。買ってあげようかな。一つでもいいのでぜひ買ってください。お一つですね。うん。お金大丈夫ですか。セシル特製のカトール？何それ。本当にありがとうございました。セシルとっても嬉しいわ。なに。ああ、めまいが。すみません、ハンターさん。私をそこのマンホールまで連れて行って。何なんだ、連れて行こう。何なんでしょうか。俺何が始まったんだ。大丈夫か。大丈夫ですかね。ん？あ、セシル。おい、そこのやつ、セシルに触るな。お兄さん違うの、この人たちは。そんなことはいい。だからもう仕事はするなって言ったんだ。ごめんなさい。さ、セシル、家で休もう。ダウン。お兄さんですか？何だったんだ？何だったんですか？ここはね、街の入り口？ん？これはね、ソルジャーかな？デルタリオから定期船でイスラポルトに来たやつは、街の外に出ない方がいいよ。ここいらのモンスターは、デルタリオ近辺に出るモンスターとは、比べ物にならないくらい強いからね。強いのか。出るのやめよ。んで、ここが多分船着き場？船着き場なのか？ここは沈んだり漂流したりしている船を探す。またサルベージアがあるよ。サルベージアってなんかそこら中にあるんですね。待って、海図がある。あー、鳩場に繋がってるな、これ。あ、じゃあやっぱり鳩場からここにも来ることはできるのかな。あ、すごいな、設備が。設備がとか人がいっぱいいる。コート屋？アルカリコート、ミラーコート。あー、なるほど。コーティング剤ね。なんだろう。
スリップダメージを防ぐ、コーティングをするって感じかな。へっへっへ、ハンターさんよ、最近どう？改造してる？そこのスロープ降りるとよ、鉄の穴があるぜ。わかるだろ。へへへ。鉄の穴って聞いたことあるな。改造できるんじゃない？あんた新米ハンターだね。コートってどんなものか知ってるかい？新米じゃない。おっと、こりゃ失礼したね。じゃあコートのこともよく知ってる？知ってるよ。うん、おおよそわかる、コートについては。ハンターオフィスとかいろいろ揃ってるんだな、ここ。トータルタートル。まあ、大体同じかな。いや、そんなことないな。マダムマッスル。神化石インクとか本作にも出てくるんですか？この街の東に広がる滅びの森あたりに出没するそう、するようですが、出会うにはよほどの幸運か、あるいは不運が必要でしょう。神風キング、神風系のモンスターって本作にも出てくるんですね。ああ、そうだ、忘れてた。待ってましたよ。これで新しい品物売れます。ところでハンターさん、また仕事を頼まれてくれませんか？報酬次第だ。今回の報酬と合わせて2倍の 6000G 出すよ。今まで報酬もらってないんだけど、報酬聞かないともらえないんだな。荷物をモロポコまで運んでほしいんです。場所はこの辺りになります。また遠いなぁ、随分と。12トン。どんどん重くなってるよ。大丈夫か、これ。V6 ペガサスだって、あ、これはさすがに買いじゃない？白骨アクセル。ウルフに乗せるか、それ以外の車に乗せるかです。全然積載量違うんだけど、なんで？どういうこと？タイヤボーナス、カーボーナスとか書いてあるけど、どういう意味なんだ？ 2.5 トン、これ買った方が良いんじゃないかな。そう、ウルフ強化したいんだよな。白骨アクセル買ってみようか。タイヤボーナスってどういう効果なんだろう。オッケーオッケー、だいぶね、硬くなったかどうかはちょっとわかんないけど。でね、もう一本、砂まみれに乗せよう。いや、これで改造できるわ。いや、改造する金が残ってねえって話だけど。命中精度の拡張性に優れた野戦向きの CU ユニット。命中率上がるのは良いのかな？タキオンレーダーって何ですかね？タキオンレーダーって何？攻撃力ゼロだよ。シーハンター、トマト台風。強いな、どれも。全体620。650を3回。弾倉48発。強えけどね。いや、なんでこんな金なくなってんだよ。びっくりするぐらいお金なくなっちゃったわ。車用品は特に買うもんないかな。ちょっとタイルパックに買い替える必要あるかな。キャンプキットがね、売ってるんですよね。最近ね。セーブしとこ。ちょっといいエンジンを買ってしまったな。んで、補充、満タンサービスしていこうかな。高えな、満タンも。だいぶね、硬くなったでしょ。ほら、ラザーニャの乗ってる砂まみれ、SP が6センチ近くなってますよ。そんで、鉄の穴へようこそ。ところであんた、改造は初めてかい？初めて。いろいろ教えようか、改造っていうのがどんなものなのか。お願いします。で、あんた何をやるつもりだい？シャーシだな。シャーシの改造はな、性能を上げるとシャーシが重くなるってのが問題なのよ。だからいっぺんに性能を上げすぎるとエンジンの能力が追いつかなくなっちまってな。走行タイルを貼れなくなったり、重すぎて走れなくなったりするから気をつけな。いや、そんな基礎知識だな。私に車を見せなさい。何してくれんだよ。車はエンジンズラ。この世界にはエンジンを2つも装備できる車があるズラ。え、どうなの？見せてあげよう。どれどれ、私が診察してあげよう。Rウルフはダメです。他の車を見せなさい。なんだよ、なんだよ、なんなんだよ。砂まみれんは CU ユニットを2つに改造できます。どうなの？砂まみれんってどうなんですか？今後の運用次第なんだよな。ちょっとお金に余裕があればいいんだけど、急遽お金に余裕がなくなったからさ。こっちも CU ユニットを2つ。バイクは改造してもいいかな。 2000G か。 2000G ならいいや。ちょっとね、ソルジャー新しくね、仲間に加わったミシカさんはね、今後ずっとね連れて行こうと思ってるんで、ソルジャーにはバイクがいいと思うんですよね。黒バイが1トンか。剥がそう、剥がして多少剥がしてもね問題ないよね。2000あればいいや。
シャシーの改造。黒バイいける？あ、さらに改造できる。黒バイがサイドカーがつくぞ。大砲をつけるか、マイクロバルカンをつけるか。マイクロバルカン、ボニー&クライド。あ、2種類だな、2択だな。ボニー&クライドか、デリンジャー、どっちかだな。ホイールミサイルがあれば正直大砲はいらない気がするんだよな。3門の機銃があれば、あの、なんだっけな、なんか全ての機銃をぶっ放すような C ユニットがあったと思うので、今ダブル C ユニットにしたことによって2つ付けられると思うんですよね。それをつけてみたいという気持ちもある。いや、先にエンジンが欲しいかな。他の車を改造。こっちはね、どうなんだ。R ウルフ 4W。あ、シャーシの名前が R ウルフになるんだ。なんデビルウィングとかデビルミサイルとかなんですかね。ウルフスパイク。あー、これ固定武器だな。デビルウィング、デビルミサイル。うん、ウルフスパルク。スパルクって何ですか？ウルフスパルクって何ですか？気になるお値段は16,000。金ねえっつんだよ。いや、改造するならね、じゃあ、砂まみれんかな。シャークポット。なんか、車の先っぽに、先っちょになんかついてる。なんかもうちょっと詳しく知りたいな。機銃4門。いや、違う。バルカンを含めると機銃5門。まあ、タワーポットが気になってるかな、強いて言うなら。あ、高えんだよ、これ、タワーポットがよ。ダメだ。ちょっとこれ以上の改造はしんどいですね。カラーリング？カラーリング、ちょっと黒バイのカラーリング変えてみる？シャンパンブラック、ロードブルー、気まぐれオレンジ、スピードイエロー、ラブリーラビット、プラチナ。プラチナちょっと高いんだけど。いや、ちょっとイメージが見たいな。どんな感じになるのかが知りたい。気まぐれオレンジ。シャシーだけ。全部。どんな感じに、あ、見れるんだ。あ、こういうカラーリングになる。あ、ありじゃない？オレンジか。他の色も気になる。めっちゃ光ってる。ピッカピカじゃん。ラブリーだな。あ、スピードイエロー。まあ、ありかな。黄色もありだな。まあ、ブルーはちょっと見飽きたんだよな。ブルーはね、ちょっとガルシア号でいっぱいだわ。で、ブラック。ブラックは今の色と変わんないのか。まあいいや、ちょっと一旦ね、今は黒のままでいいや。結局ね。あんたひょっとして車用の武器を改造したいのかい？あ、いや、いいや。そう、今はいいや。改造するほどのね、装備は持ってないと思うんだよな。多分ね。すごい時間経ってんだけど。あれこれ見すぎたわ。他には、犬用品を専門に扱ってる。あ、どうなの？ポチメット、たけ。いや、買ってあげるべきなんだろうけど。高えな、ポチバズーカ。安いな、これは。ポチバズーカ買ってあげよう。こんなところ、あとポチレッグか。いや、お金が一気になくなったんだけど。いや、7万ぐらい持ってたよね、最初ね。なんでもう6000円ぐらいしかないの。人間用品か。まあ、その人間の装備も買わなきゃいけないんだよな。我々の装備を整えるお金が残ってないんだけど。ハイパースパナ、レーザーライフル。まあ、そんなところか。まあ、防具が欲しいような防弾カツラとかな。この店は武器の品揃えがいいが、値段が高い。ここの店主のブルートって男、相当目端が効くようだ。まあ、普通にやってちゃ、2階にあんな大きな倉庫は持てないからな。じゃあ上に行ってみようか。まあ、倉庫開け放題か、これは。防弾カツラ落ちてたわ。ダイバースーツ、水中銃、フリーズビール、元気デルゼット、満タンドリンク、ガスマスク、お座りキャップ、なんか見たことないものがいっぱい落ちてるよ。ここにあるのは店の売り物です。すまない。あれ、防弾カツラつけられないのか。ほんとね、ダイバースーツ、あ、強いな。ヘビメタグローブよりいいのはない。バトルストッキング。ほんで他にはここは宿屋かな、病院だった。でもいい薬がなかなか手に入らなくて、オイホロトキシンさえあればせめて痛みだけでも消してやられてんだけどね。オイホロトキシン、オイホロトキシンは痛みを消す薬。回復カプセルやドーピングタブの中にもごくわずかだけど混ざっているのよ。なんだ成分。この男ずっとうなされっぱなしでね、
どうやら頭につけてるベルトが原因らしいが、ベルトから流れる電気ショックを受けすぎて脳神経の興奮が収まらなくなったのだろう。だがこのベルトは極めて頑丈でね、どうやっても外れないのだ。なんだ？デスクルス。はぎゃ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 。なんなんだ。デスクルス、なんか銀歯がね、デスクルスから逃げ出したっていう話が前にあった気がする。勇者悪に襲われた恐ろしい海の怪物。いてよ。病院だな。箱がいっぱいある。全部開いてる。鋼弾白衣。ナースキャップ。ナースじゃなきゃ装備できない系かな。痛いって叫んでる船乗りさんがいたでしょ。あの人船をやられて海を漂流してた時、とても恐ろしい目にあったみたいよ。病気の人はもっと辛いのよ。みんなくじけないでガンバ。海に出ていけるのかな。多分あんだけ海広いんだから。待って、バギーどこ行った？バギー。あ、よかった、いたわ。あんだけ広いんだから多分海にも出ていけるんだろうな。なんだ？なんかスイスイ走ってるよ。宿屋か。こちらはお金持ちがお泊まりになるロイヤルスイートルームになっております。通れない、こいつうぜえな。マッサージ屋さんいるのね。ごめん。キャイターン。町の北東には転んだまんまなんだな。町の北東には滅びの森が広がってる。なんか申し訳ねえな、これ。つまみ頼むか。お金ないけど、焼きアメーバで。この間来たハンターがね、神風キングを滅びの森で見たって自慢してたわ。神風キングな、捕まえられるかな。滅びの森は汚れた雨に殺された森の死体さ。そこらでは辺り一面が砂漠化して、地の底まで乾ききっているという噂だ。滅びの森？マダムマッスルのアジトに車では行けない。奴を倒しに行くなら、人間用装備を十分に整えていくことだな。マダムマッスル、それも賞金首だよな。北東の砂漠を越えると一年中雪の消えない高い山々が見えてくるという。その山の向こうにヘンテコリンな古い町があるそうだ。なんかいろいろ情報もらえるんだけどな。大きな声じゃ言えねえけど、港のドックの上にある酒場の方がここよりうめえ酒が飲めるぜ。そうなんだ。人がいっぱいいる。お母さん、お父さんはどこへ行ったの？いつ帰ってくるの？大丈夫よ。もうすぐ帰ってくるわ。腕のいいハンターさんがきっと探してくれるわよ、きっと。何かあったのか。もしかしてあなたはハンターさんですか？そうだ。待っていました。私はトーコ。この子はマサヒです。もっと、この子の父親を探してください。事情を聞かせてくれ。夫の名はサミエルと言います。実は、夫は研究員だったんです。いつも船で研究所に出かけていました。それがある日突然帰ってこなくなったんです。まるで消えたみたいに。他に何か情報は？夫はロケットペンダントを肌身離さず身につけていました。何の研究？わかりません。夫は仕事のことは何も話さないので。でも何かの薬の研究をしていたみたいです。消えたって？いなくなってから誰も見た人がいないんです。まるでこの世界から消えたみたいに。他に何か情報は？それから、変な話なんですが、夫がいなくなってから家で物が動いたり、うめき声がするようになって、気味が悪くなったので、こうやって今は宿屋暮らしをしています。夫が消えたことと何か関係があるんでしょうか？なんだろう、透明人間になってるんですか？透け薬？わからない、あるかもしれない。どうか夫を見つけてください。よろしくお願いします。報酬をね、ちゃんと聞くべきだな。まあいいや、200G でも。この子のためにもよろしくお願いします。消えた土。見つかるのかな？なんか透けてるんじゃないの？滅びの森の彼方に女だけの街があるって噂知ってるか？いや、聞いたことない。そうか、やっぱりただのデマなのかな？信じようぜ。知ってる。行ってみてえよな。行ってみてえだろ。おい。興奮してる。悪のブロマイド。悪のブロマイド何に使うんだろうな。ね、ちょっと一旦今回ね、この辺りにして、ちょっとまたね、まだ行ってないところ、この真ん中？
真ん中にね、多分また船着き場があるのかな、これは。おそらく。なんちゃら船長のネメシス号っていう船が多分あるんじゃないですかね。まあ、ちょっとその辺のね、探索はまた次回にして、ちょっと一旦今回はね、ちょっと時間がかかりすぎてしまったので、この辺でね、終わりにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。